はいどうも、こんにちは。朝女結構最近たけるくんの話題が多いっすよね。なんだろう、結構露出してるからですかね。上白石萌音じゃない、佐藤健が結婚されてまさかの占い結果にファンを追われってやつですね。これだからピッタッカンカンのねゲッターズさんですかね。6月4日に放送されたバラエティピッタンゴカンカンに佐藤健と有村架純がゲスト出演した。同番組で2人が登場した、占いコーナーは放送前から大きな注目を集めていた。今回の占い企画は5月中旬頃から TBS や YouTube などで予告映像が流されていました。するとネットで人気占いタレントのゲッターズ飯田が予告で佐藤健に向かって言った、合ってるとしたら4年か5年前初めて出会った人というワードが話題にと、佐藤健といえば以前から一部ファンの間で上白石萌音との熱愛が噂されているため、まあ、いわゆる竹漏れですからね、まあ、これはね、まあ、僕の見てる人たちの専門っていうの、もう僕も竹漏れ専門みたいなとこありますけど、まあ、それですよね。二人の運命的な出会いのことを言ってるのではと憶測が浮上。さらに上白石は5年前アニメの、君の名はで声優として神木隆之介と共演していますが、神木といえば佐藤の親友としても知られているため、神木くんの紹介でタケルがモネちゃんと知り合ったという予想まで飛び交っていた。なるほど、ここら辺はかなりね妄想が働きますよね。まあなんかそういうことね。なるほどね、そういう考え方もありますよね。そんな佐藤と上白石といえば20年放送のドラマ恋は続くよどこまでもで共演して以降、一部のファン内でこいつ突っ込みを望む声も上がって、まあ、竹萌音ですからねそれはね。また5月30日に放送されたトーク番組僕らの時代では佐藤は結婚のタイミングについて占い師に言われた通りにしようかなと語っていたとことで、ますます今回の占いが注目されることに。まあね、この番組も面白かったですね、僕らの時代に。しかし蓋を開けてみるとこいつのファンの予想とは真逆の占い結果になっていた。占いコーナーにて佐藤健の結婚に関する話題になった際、ゲッターズは芸能人の可能性もあるとしつつスタッフか一般人と結婚すると発言。まさにそれですよね、なんかそこを言ってましたよね。また予告で使われていた4、5年前に出会ってという発言ですが、ファンの予想に反して恋愛の話題とは全く別の場面で使われた。まあそうね、これね、来年その人物に騙されたことに気づくというネガティブな占い結果。そう、騙されてるってやつねだったんですよね。それには佐藤と上白石のカップルを期待する一部のファンから TBS に完全に騙された、あんな期待される発言を予告で使っておいてこれはない。まあまあまあそうね、やられました。まあそれを僕それ知らなかったんですよね。予告でそこまで盛り上がってるの知らなかったんだけど、まあね、それを本当に真に受けて信じてたら結構最悪な気分になりますよね。この占い結果はなくても信じない。まあ、辛辣な意見があることと上がることになっていますだそうです、なるほどね。僕はもう本当にその前のその段階が知らなかったから、このピッタンコカンカンのこのこれで初めて見たんですよ、この模様を。だから何とも思わなかったですけどね、なんかゲッターさんが言ってることがああなるほどなぐらいにしか思わなかった。そういういきさつがあったってことなんですね。また今回の番組で佐藤は変な女がタイプと占われると、隣の有村に向かってあなた変よと、公開告白とも思い発言をしたこともファンをざわつかせている。これ公開告白なんかね。まあでも変は変ですよね、有村さんは ね謎が多いっていう話ですからね。果たして佐藤は将来どんな女性と結ばれるのだろうかだそうです。そういうことがあったんですね。もともとこれ予測されてたんですね。もう公開、そういう予告があって、それに対して、これってもしかして、竹萌音の話、萌音ちゃんの話みたいな感じがあったってことですか。だったらそれは起こりますよね。まあ、ただ、占いは占いですからね。そこまで、
どうなんかなと思いますよ。なんだろうな、僕のその YouTube、僕の視聴者の方で、LINE を交換してる人とかもこの話の話題ねをしたりするんですけど、ゲッターズは本当は知ってんじゃないかとかねいう予測もしてますね。まあタケル君はね、そのゲッターズさんとは何回か会って別の番組でもやってると、だからまあある程度知ってんじゃないかとかいう話も、どうなんかなと、まあ僕的に思うのは、でもタカさんとか、ノブさんとか、まあ、古市さんとか、まあ、あと、神木くんとか、本当にすごく仲いい人たちいるじゃないですか。あの人たちは何かしら絶対知ってるし、言ってるだろうし、当然そこは口は絶対ね、開かないでしょうけど、まあ、何かしらは知ってるわけでしょうよ。それは知らないはずがないですからね。まあ、かといって絶対どっからもね、流れないようにはしてるんでしょうけど、どうなんですかね。だから、まあ、そういうのも含めて、やっぱり佐藤健くんとか、まあ、モネちゃんとか、そういうね、ファンの人たちっていうんですかね、竹モネが好きな人たちとか、まあ、それぞれでもいいですよ。佐藤健が好き、モネちゃんが好きっていう人たちもそうだけど、いろんな思いはあると思うんですよ。モネちゃんに幸せになってもらいたいっていう思いが強い人とか、まあ、タケル君には一生結婚してほしくないって思う人だっているだろうし、まあそういうのも含めながら、誰とくっつくのかなとか、タケル君がね、35までに結婚したいっていうような願望を口にしてるわけだから、じゃあ誰とくっつくんでしょうねっていう予測するのも楽しいじゃないですか。だからこれのさ、今のこの記事を見てね、騙されたとか、最悪だっていう、まあ、なるのも一つの楽しみですよ。やっぱだって、ねえ、そんなの公開のテレビでね、わかるように言うはずがないわけだから。だからこそ、いろんな深読みをするんじゃないですか。そこが楽しいんだと僕は思いますけどね。そんな感じです。なので、今日、この後で、どっかのタイミングで、この前やったタケル君が一般人、これでも書いてある一般人じゃないかっていうのも、の真逆バージョンで、もしモネちゃんが一般人と恋愛をするんだったらこういうタイプが、こういう職業ですよ、こういうタイプですよっていうのをちょっと占ってみるんで、それももしよろしかったら見ててくださいよ。それについてまたやるので、ぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いします。そんな感じです。では。